輸入前には商社と卸業者などがペアを組んで参加する売買同時入札 SBS という方式が取られていますこの方式では商社と卸の間で調整金と呼ばれる金のやり取りがあり国が公表している売り渡し価格よりも安く取引される召喚集が続いてきました売り渡しにおいては市場価格に特に国内産米の価格に 変動はありませんというように言ってまいりましたその言っておったことと異なることになることが最大の問題だと農水省は2014年10月に調整金の存在を知ったとしています今後海外にいるとされる当時の担当者から聞き取りするとともに過去の契約について商社と卸業者へのヒアリングをしていくということです